団より狩猟指令のあったデスジャグラスがつい先ほど目撃されたようです。早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。ドスジャグラスは獲物を丸飲みする大食漢。地面に腹を吸った痕跡がよく見られます。まずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。では痕跡をたどってドスジャグラスを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。体験は攻撃力の高い近接武器です。隙は大きいですが、その分威力は絶大ですよ。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。スリンガーに弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか？シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。
探索は順調ですか？ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。モンスターの狩猟が始まり、シルベムシが隠れてしまう。ご注意を。攻撃をまともに食らわないようにご注意を。ガードするという選択肢も忘れなく。回復薬を使ってください。クエストクリア、おめでとうございます。